寺田さん、ちょっと失礼ですが、裸になっていただけないですか。もう質問することはございませんので、念のためです。僕は7歳の時、母を失い、父の名前も知らない、運命の糸に手繰られるようにして、ふるさとの八幡墓村に帰ってきた。お前が生まれたとこは、竜のあぎとってとこよ。よく覚えてってね。行きましょう。達也さん、兄さんじゃない。どこの誰だか名前もわからないんですから。あなたは32人殺しの田島洋蔵の子供じゃない。これははっきりしています。はっきりとね。私はこれほど底の深い恐ろしい事件に巻き込まれようとは思ってもみなかった。